はいどうも、ハムスターです。今回ですね、こちらスイートの2月号でございます。スイートの2月号の増刊号をね、今回買ってきました。増刊号はセブンイレブンとセブンネットショッピング限定の発売となっております。増刊号のお値段は定価1200円ですね。そして付録の方はね、もう増刊号はこうビニール越しで、ね、見えてるんですけども、特別付録はジル・スチュアートロゴストラップ付きマルチウェイバッグ。もうね、どんなのかっていうのはこう見えてるであれなんですけども、早速ね、中の方を開けて確認していきたいと思います。はい、袋からね出したらこういう感じで、こうね3点に分かれてますね。先にサイズの方見ていきます。このね、丸っこいポーチが、直径12センチ、直径12センチのマチが5センチでございます。そしてこちらの四角いタイプね、こちらのサイズが縦が 12.5センチ、横が17センチ、マチが5センチでございます。で、このロゴの入ったこのストラップがですね、長さが最長121センチになっております。いいですね、この取り外しできるタイプで長さ調整もねできます。この雑誌買った時からね、ちょっと思ってたんですけども、色がねブラックですよね、これね。このね、事後予告的なね、この写真で見たら若干これね、まあ紺色というのかブルー系なのかなと思ってたんですよ。そしたら実物はね、全然そういうブルー系ではなくて、もう黒ですね。そこがね、あ、黒なんだみたいな感じでね思いました。はい、先にそしたらこの丸い方から見ていきましょう。こう丸型のねタイプの方はここにね、ロゴが、金色のロゴがねあって、で後ろがこういう風にストラップをね通す部分があったり、まあもう一見ポーチですよね。普通にポーチとしてもなんか使えそうな感じです。ファスナー部分がこんな感じ、開けるとビューンと、中はねこんな感じでございます。こうね、もう触った感じがね、あの革っぽい素材の PVC ですね、合皮みたいなねタイプです。これ単体でねポーチとして使ってもいいし、後ろにねこう通すところがあるんで、ウエストポーチ的にね使ってもいいと思います。でこちらの四角い方なんですけど、四角い方はね一点こうロゴはちょっと控えめですね。で後ろにはこのストラップを通すね、ここのこれがありますね。でこのファスナーの横にストラップをね留める金具もついてます。
なのでこのストラップをね、こういう感じで、ロゴストラップを金具につけて、これ単体でね、ショルダーバッグ的に使うことも可能ですね。これだけでもね、結構いいですね。おしゃれだと思います。で、この中ね、見ていきましょう。ファスナーはね、丸い方と同じですね。開けると中はこんな感じ。中もね、丸い方と同じですね。特にね、両方とも中にポケットとかはないです。この素材も丸い方と一緒ですね。PVC です。すごいですね、このロゴストラップがね、素晴らしい。こんな感じでね、金具でこう取り外しができて、しかもこの付け根の部分もこんな感じでね、補強されてるし、でロゴストラップがなかなかの力の入れ具合だと思います。素晴らしい。なのでこれ単体でね、こう使ってもいいし、もちろんね、いろんな組み合わせで使うことできると思います。これ単体で使いつつ、ここね、これをこう通したり、まあこの辺でもいいじゃないですか。通して使うもよし、雑誌にね、まあ載ってますけども、ボディバッグとしてね、こう斜め掛けにしてもいいし、ウエストバッグにね、こんな感じで使ってもいいし、ポーチとしてね、単体で使ってもいいと。コートの上からも付けられる。結構ね、やっぱり120センチぐらいね、ストラップの長さ調整できるので、こういう使い方もね、できるんですね。でね、こう斜め掛けした時にね、この丸い方のポーチもストラップにね、後ろ通してこういう感じで連結したような感じで使うのもね、いいですよね。なんか AD さんみたいですけど、結構ね、思ったより小ぶりなので、どれぐらいのものがね、入るかちょっとね、入れてみたいと思います。まあこういったね、まあよくある長財布ですね。もう見てわかる通り、もこういった長財布はね、もう入らないです。ちょっとね、長財布は無理かなと。なのでね、まあこれぐらいの手のひらサイズのね、ミニ財布、こういった財布とか、こういったね、まあ最近の付録でしたらカードとかね、入れるメインに使ってもよし、まあ財布にちょっとしたね、財布として使うこともできる。こういったものを使ってる方でしたら、まあ、サイズ的にね、こんな感じで、まあこんな3つも入れることはないんですけどもね、ちょうどいい大きさだと思います。サイズが分かりやすい、この Amazon の Fire タブレット、7インチサイズのね、タブレットなんですけど、もうこの7インチサイズのタブレットもちょっとね、もう入らないんですよね。まあ、スマホと小さい財布ぐらいですね。本当にコンパクトにね、必要なものだけ入れるっていう感じでしょうか。
なので 500ml のペットボトルもね、まあまあ入んないですよね。斜めにねこう入れて、逆かこっち側にこうね、こうやって斜めにね入れて、口を出すような感じで入れるのであれば、まあまあこういう感じで入れれなくもないんですけど、すっぽりっていうのはちょっとね厳しいです。なのでこうそういった時にね、まあ付録でね、まだギリギリ買えるのかな、こちらの付録についてたミニステンレスボトル、これでしたらこんな感じでスポットね余裕で入ります。でこっちのミニポーチもね、もうこう並べるとさらに小さいのが分かると思います。こっちなんかもね、こういったもうこの大きさでも無理ですよ。こういったちっちゃいね財布だったらこう入りますね。なんかちょっとしたね、あの化粧品とかの目薬とかね、小物とかを入れるのにもいいんじゃないかなと。まあよくあるポケットティッシュ、こんな感じで。サイズ的にはこういうぐらいの大きさですね。はい、今回ですね、スイートの2月号の増刊号の付録開封動画でございました。ジル・スチュアートのロゴストラップ付きマルチウェイバッグでございます。増刊号はセブンイレブンとセブンネットショッピング限定になっておりますので、お近くのねセブンイレブンでチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンぜひよろしくお願いいたします。それではまた。